はい、お疲れ様です。今日は3月4日です。はい、オンラインレッスンです。昨日豪徳寺モカさんでですね、髪の毛バシッとやってもらってきました。今回はね、なんか春らしく、なんていうの、やってくれたって言ってました。なんかね、すごいここ刈り上げね、なんかいいっすよね。ありがとうございます。いつも私は言われるがままにこうお任せでやってもらってるんですけど、ありがたいです。自分ではどうしていいか分かんないからね、基本。はい、やっていきます。で、今日は夕方出張レッスンもあります。おはようございます。そしたら、録画ですね。はい、いけます。じゃ、今日は伴奏の方をちょっと取り上げていきたいと思います。あ、そっか、音程が合ってないんでしたよね。そんで音程直しましたよっていうのを確か送ったんですよね。あれはソロの部分だけでしたっけ。どうでしたっけね。あ、大丈夫だ。丸々直してあるやつあります。曲の頭から最後まで、ピッチ補正かけてあるやつがあるんで、ちょっと待ってください。今、そっちを音声出します。そうですね。はい。これで大丈夫です。揃いました。親指はこっちの方にあった方がいいと思います。その方が、このコードは押さえやすいですね。力が入りやすいですね。挟もうっていうよりも、テコの原理を使って、親指がネック側に押すっていうか、出張レッスンまでね、少し時間がありますので、このタイミングでウォーキング軽く行っていきたいと思います。出張もしますからね、そこで歩数はある程度稼げるんで、そんなにがっつり今行かなくても大丈夫だと思うんですけど、まあ、気分転換にね、明るいうちからウォーキングです。結構久しぶりですよ、この明るいうちのウォーキング。ずっと夜だったからね。夜のウォーキングはね、まあ静かでいいんだけど、景色変わんないからね、あんまり面白くない。
はい、出張レッスン行ってきます。今日は宮の坂です。大江戸線でね、新宿行って、で下高井戸から世田谷線、そのコースで行ってみたいと思います。急ぎます。はい、出張レッスン終わりました。お、やばい、電車来た。あれ、行けるかな。すいません。はい、戻ってきまして、ギターを置いてですね、再びリュックを背負ってノートパソコン持って、これからね、ネットカフェの方に行きたいと思います。今日はね、ちょっと作業したいなと思っております。いやー、結構疲れてますねでもね、時間ないんだよな。で、明日はね、生徒さんが一人来る、一件だけレッスンなん で、しかも午後からですから、チャンスがあるって言ったらもう今夜ぐらいかな。 Vlog トータル1000回も近づいてきてるしね。そしてシーズン3が終わるっていうタイミングもなんとなく見えてきてるしね。うん、今ここでちょっと踏ん張る時ですかね。行ってきます。はい、ネットカフェの方に到着しましてですね、現在9時21分でございます。で、前回と同じような作戦でですね、とりあえずはノートの記事を書いていくっていう方向で進めていこうと思います。で、同時に、明日の Vlog のですね、プロ棋士も作っております。で、これもね、あの Mac mini ではないのでかなり時間がかかります。で、もうなんならね、あの家の Mac mini の方ではプロ棋士出来上がってるんですよ。ただそっちで作ったやつはこの古いMacBook Air では動かないので、一応作り直してるっていう感じですね。で、まあ、編集もね、まあ、気分が乗ったらやるけど別にそんなにっていう感じですね。事務作業と、ノートの記事の方を優先して進めていきたいと思います。目標、そうだな、今ね、記事の5個目を書いておりまして、それが途中まで下書き進んでるから、とりあえずそれは今日中にアップするというか、まあ、今回でアップするっていうことと、で残りの教則本紹介の記事の下書きが、6まである程度やってあって、7から、14だっけまではほとんど手つけてないんで、そっちの下書きを進めていきます。今日はそれが優先でやるやつですね。はい、では引き続きやっていきたいと思います。はい、お疲れ様です。教則本紹介のボリューム5、これはね、アドマンシングギタリストだ、はい、こちらの、記事が書き終わりまして、でそのまま
6、7、8、9、10、11と、ちょっとずつ下書きを進めてきております。まあ完璧な、なんていうか、もう下書きとしてもう出来上がってるものじゃなくて、まあなんだろう、まあラフなやつね、進めてきてて、でちょっと気分転換にですね、明日の Vlog の制作も始まっております。ようやくね、プロキシが出来上がりました。でもね、やっぱすごいもっさりしてる。もう慣れちゃってるからな、こう Mac mini のね、 M1 のサクサクのやつに。ただ、手つけちゃってるんで、もう終わらせるしかないですね。で現在が1時22分ということで、始発が5時とかですから、あと3時間半ですか。こっからは Vlog を作っていきます。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。とりあえず、はい、一歩進みましたね。まあ、ノートの記事がね、全部で今のところ16かな、この教則本紹介あるんで、残り11あるんですよ。頑張っていきます。で、それが終わったら、そう、レッスン動画、これもねやりたいなって思ってるやつでさ、1000回までに、もしくは Vlog シーズン3が終わるまでにはやりたいと思ってます。そしたらそれもノートの記事と連動して、作っていきたいなと思ってるんで、それをやってようやく自分の書きたい内容が、ね、入っていけるっていう感じなんだけど、まあまあそれは、はい、おいおい紹介したいと思います。では今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。